全国の格闘技ファンの皆様ごきげんよう。本日は朝倉未来ブレイキングダウン7参戦へ寄せられた声と批判への反論についてです。早速話題に移ります。先日大きな盛り上がりを見せたブレイキングダウン6ですが、早速朝倉未来選手が飯田選手と振り返り、普通の試合だったらフェイントとか使うところを盛り上げようとして唾液で行ったところ、膝蹴りを合わせられましたねとコメント。実際圭之介選手も飯田選手も KO を狙ってきてくれたから逆転勝ちができた。別に足を使って最後逃げて判定勝利もできたはず。飯田選手のファイトスタイルがあっての結果だったと飯田選手の男声について試合後振り返っております。なお朝倉未来選手、この試合が行われる前の安保力也選手の YouTube メンバーテルさんとの対談でも、飯田選手に膝蹴りとか入れる気がするんですよね、パンチに付き合ったら飯田さんが勝つと思うけどと予測していたため、格闘技ファンからはテル君とミクルの試合直後のコラボ動画でちゃんと芸能人選手が膝で勝つような気がするって予想してたわ、マジで分析能力はすごいと絶賛されておりました。加えて試合後の動画では飯田選手の復帰戦にも話が及び、井槌さんとかポーランドの資格、胸毛日記とか強いと思うのでそこら辺と話が振られると、飯田選手、井槌さんとやりたい、井槌さん、ゲノス選手とやって勝ってるんでと、先日5分3ラウンドの MMA ルールを戦い抜いた井槌選手を指名しておりましたが、ブレイキングダウン7出場をプロモーター側の朝倉未来選手から促されているので誰とぶつかるのか楽しみなところです。そして朝倉未来選手、次2月なんですけど僕も出るんでとブレイキングダウン7出場を報告。続けて対戦相手決まっているんですけど勝ってでいいですか、バツバツとやります、これは P ですけどと、規制音と口のところにモザイクを入れての公開はしなかったものの、直接名前を聞いた飯田選手はマジですかと驚きを隠せない様子でした。朝倉未来選手は自身の参戦について、来年は絶対に出ます、相応の選手をちゃんと用意して勝負論のある人とやりたい、僕が出場するときには5000人くらいが入る会場でやりたいと明かしておりましたので、その勝負論がある選手とは誰なのか気になるところですが、これには多くの関係者が反応、すでに朝倉未来選手に対戦要求をした圭之介選手が、2月のブレイキングダウンも間違いなく盛り上がるな、朝倉未来 VS バツ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 はやべえよとコメント。またある関係者も、内容を知ってるけどこれはガチでやばいと一言、これには本当に4文字なら、最近自由になった瀬川健なら激アツ、あと決着がついていない人なら白川行くと、見てみたいのは青木真也とコメントしている方もいました。その他にも朝倉未来に勝ったことのある辰巳選手が、そうかとうとう俺にリベンジする時が来てしまったのか、いやすでに弟子に負けたんだけどねと一言、そしてかつては運営側だった堀哲平さんも、みくるくんの対戦相手知ってるので言いたくて仕方ないと、やはり普通に予測するのとは違う選手が対戦相手となるようですが、候補者は4人ほどおり、ある格闘技ファンは安保がブレイキングダウン出るのもありみたいなことを YouTube で言っていたし、チャンネル同士の対抗戦の熱もあるから安保 VS みくるなくはないかも、安保の契約状況次第とつぶやくなど、 K1 でも王者に輝いた安保選手が出てくるのではないかという声もありました。個人的には朝倉未来選手、かつてはキックルールなら平本蓮に負けると言っていた中、元キック王者の安保力也選手に1分間といえどもいきなり負けるリスクの大いにある戦いを飲むのかと思うところですが、確かに衝撃は走る気はします。2人目に弟の朝倉海選手です。現状拳を怪我したわけではありますが、来年にはブレイキングダウン参戦希望、また兄朝倉未来選手との対戦も要求しております。ただこちらもこの試合を両兄弟が現役のうちにやるのかという疑問は残ります。3人目ですが、ある格闘技ファンの方はかつて平本蓮選手が萩原恭平ブレイキングダウン次回参戦はさすがに草とつぶやいていたのを思い出し、萩原はブレイキングダウンが好きなことを公言してるし、未来と再戦できる唯一のチャンスを断らんと思う、平本はスポンサーの B ビットオーナー経由で情報を得ているのではないかと考察されている方もいました。個人的には4人目の候補としてブレイキングダウン第1回大会のメインを務めた元 USC ファイターの菊野勝則選手もあり得るのかなと思いました。インタビューの中で、実は先日のブレイキングダウン後に朝倉未来選手が自分も出たいと言っていたので対戦相手として立候補しておきました、朝倉未来選手という強い人とブレイキングダウンルールで戦えるなら戦いたい、彼はいわゆる実戦の達人です、喧嘩で修羅場をくぐってきているので僕よりかもはるかにそういう戦いでの経験値は高い、そういう人と刹那の攻防がしたいと語っておりましたので、プロとしても活躍、
ブレイキングダウンに参戦することに抵抗のない元 USC ファイターということで、試合が決定すれば盛り上がるのではないでしょうか。ただクレベル小池選手が、朝倉未来は前ベラドールのファイターみんなかかってこいって言っていたのに、本当に来たらすぐ自分頭が痛い、最悪じゃん、ベラドール1位に来たら頭が痛い、それはおかしいじゃないと突っ込んだのが話題に上がりましたが、朝倉未来選手も頭の3回目の検査行くんでまだ痛い、ちょっとおかしいから寝ると痛くなるよね、もしかしたら髄液とか漏れてるかもしれないって言われてるから、いきなり脳梗塞とか倒れることもあるから危険ですよね格闘技は、と述べていた通り、脳のダメージがあるのではと告白していた中でしたので、本当に出られる状況になるのか気になるところです。ただこのようにライジンで戦う朝倉未来選手レベルの選手がブレイキングダウンに本格参戦となると、ライジン榊原代表が話されていたようにブレイキングダウンとの提携がそろそろありえのではないかと思うところですが、朝倉未来選手ライジンで1分間のオープニングファイトとかしない方がいいかな、格闘家がよくは思ってないからと、ライジンの舞台に乗り込んでの提携は現時点では否定、理由についても僕らにもメリットがない、あっちはメリットがあるかもしれない、たくさんのファンが流れるじゃん、にわかファンが、でも格闘家も格闘技ファンもにわかファンが増えることを喜んでいないと、双方の思惑が違うと説明。ただでもファンの分母が少ないと格闘家って稼げないから、仕組み的にはにわかファンを増やす必要があるんですよ。でも格闘家って子供から見ても憧れる存在にいたいという意見もわかるじゃないですか。乱闘とか折り合いもしないで強さだけを求める紳士的なスポーツで、でもそれで客が集まってないのが現状じゃないですかと、那須川天心選手らは、かつて天心たける戦が地上波放送がなくなった際には、お金のためじゃねえんだよ、未来のためにやってんだよ、子供たちはどうするんだよと心の叫びを投稿、次世代に引き継ぎたいとの思いを託したいという格闘家もいる中反論。加えて実際僕らの YouTube でも地上波でギリギリ集客できていたレベルなんですよ。現にファイトマネーもたくさんは支払われていないわけじゃないですか。たくさんのファンが増えてようやくお金が回って、それで格闘家として生活ができるわけじゃないですか。それを理解していたらしょうがないじゃないですか。綺麗事言う人が多い、綺麗事だけでは片付けられない、集客できてたらいいんですが、なんか綺麗事で言う人多いですねと、最近では朝倉未来選手のブレイキングダウンに批判が多く集まったシーンもありましたが反論されておりました。一時期小宮さんのスポンサー料が高いと話題になったことをきっかけに、今までが逆に安すぎたのではないかと格闘家巻き込んでの論争になりましたが、すでに選手からプロモーターとして脱皮し始めている朝倉未来選手、様々な意味でブレイキングダウンの理念にある通り通常の概念を壊していくのかもしれません。以上、今回は朝倉未来選手ブレイキングダウン参戦の件をまとめていました。ぜひ対戦相手は誰になるのかなど、皆様の感想もコメント欄で教えてください。次の動画では平本蓮 VS ドミネーターサトシについてもお伝えする予定ですので、ぜひ見逃さないようにチャンネル登録してお待ちください。またまたブレイキングダウンの見逃し配信などをアベマは行っております。視聴にご興味ある方は概要欄の公式ホームページにて登録を視聴してみてください。なお、今回の動画が良かったら高評価ボタンを押してくださり、通知ボタンもオンにしてくださると励みになります。以上、今回も MMA のライファン動画をご視聴いただきありがとうございました。別の動画でもお会いできるのを楽しみにしております。